テオドール・ド・ベイズは、フランスのプロテスタントの神学者であり、16世紀初期の宗教改革に大きな影響を与えた人物である。暴君法抜論者として、絶対君主制に対抗した。ジャン・カルバンの弟子であり、人生の大半をスイスで過ごした。フランスのブルゴーニュ地方のベズレーで、父親のピエール・ド・ベイズと母親のマリー・ブーデロットの間に生まれた。 父親は、ブルゴーニュも名家の出身で、ベズレーの知事であった。父親の兄弟は、パリ議会の議員ニコラとボーベの首都会の総員の委員長クロードであった。ベーズは、叔父ニコラに気に入られ、パリに招かれて、そこで教育を受けた。1528年、シュービンゲン大学教授、メルヒオール・ボルマーの指導を受けるために、オルレアンに移った。ボルマーが、 マルグリット・ド・ナバルに招かれて、ブールジュに移った時、ベーズもそれに従っている。ベーズは後に、オルレアンに戻り、法律を学び弁護士として生活していたが、一方で文学を好んでいた。1548年に死臭、若い頃の作品を出版して、ラテン語詩人としての名を高めたが、作品出版直後に病気になった。 この病気の間に改心した後、弁護士の地位を捨て、ジュネーブに移った。ジャンカルバンと知り合ったのはこの時である。1549年、ベーズは、ピエール・ビレの圧戦によりローザンヌの学院のギリシア語教師となった。この時期、ベーズは、演劇、犠牲を捧げるアブラハム、風刺詩集、パッセバンシャスを表した。同時期、ベーズは、様々な論争に巻き込まれた。 内容は1553年10月27日のジュネーブにおける神学者、ミシェル・セルベの家系の是非などである。ベーズはカルバンの擁護派に立ち、1554年にはデヘリトゥシス・エー、チー・ビリー・マジストレイチュー・ピューニン・リスを執筆している。1557年、ベーズはドイツ・イタリアに赴いて、福音派の布教やカトリックとの対立の仲裁に努めた。 1558年のボルムスにおける会談、1561年のポワシー会談で、福音派の弁護を行っている。ジュネーブの改革の壁。左からギオーム・ファレル、ジャン・カルバン、テオドールド、ベーズ、ジョン・ノックス。1562年に150編からなる、ジュネーブ支変化の前役が完成した。1564年に、カルバンが死去すると、 ベーズが後継者となった。1574年、ベーズは、新民に対する、異性者の権利についてを表し、その中で、宗教問題における防政に対抗する姿勢を、明確にし、実際問題として統治するのにふさわしくない政府に、対して人民が抵抗して必要ならば、武器を取って打ち倒すことは合法であると断言した。ジュネーブでは、ベーズは、 文筆業の傍ら、進学の講義も行っていた。オランダ改革派として活動したヤーコブス・アルミニウスも、ベーズの下で学んだ一人である。そこで彼は、最も純粋なカルバン派正統教義を講釈した。また、相談役として彼は、異性者と牧師の双方の話を聞いた。ベーズは、ジュネーブに、法学校も建てた。そこでは、フランソワ・オットマンといった、 この世紀で著名な法律家が講義を行った。1605年10月13日、彼はジュネーブで亡くなり、セピエールの修道院に葬られた。1581年に彼がケンブリッジ大学へ寄贈したベザ写本は初期の聖書写本の一つとして、現在も同大学に保管されている。ありがとうございます。